皆さんこんにちは、ハードワーカーの大西でございます。いつもビアテニスチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは平行陣の、後衛ですね、後衛の深くつなぐボレーっていうのは間違いっていうテーマでお話をしていきたいと思います。平行陣の後衛のボレーっていうのは、深くつないでいくっていうのが、セオリーと思われがちなんですけど、実は浅いボールを多用する方が、深いボールを、使っていくより、効果的なのかなっていうところで、今回はお伝えしていきたいと思います。はい、浅いボールを打つことでの3つのメリット、3つメリットがあると思ってまして、まず1つ目がミスするリスクが少ない、それは当然ですよね。ベースラインギリギリを狙うよりかは、サービスライン付近を狙っていく方が当然アウトするリスクが少なくなります。はい、で2つ目ですね、ボールが浮いてきやすくなる。であくまでこの浅いボレーっていうのは、沈んでいく、低く沈んでいくっていうのが前提の話になっていきます。ふわっと浮いてしまうと打ち込まれてしまいますので、それは逆にやられてしまいます。はい、当然低く滑っていくんで相手の体勢もこう低く、はい、でスライスの面で、返球することが多くなると思いますので、これが浮いてきやすくなるっていうことにつながります。はい、で3つ目ですね、ロブが打たれにくくなる。先ほどの体勢と一緒で、こう低い体勢なん でなおかつこう前に走らされてるわけなんで、なかなかこういう状態でいいロブを打つっていうのが難しくなってきます。なんでこう打ってる側としてはロブの選択肢っていうのはもう頭から外しておいてもいいのかなとは思います。はい、今言った3つのメリットを、ちょっと頭に入れておいて再度、動画をご覧ください。いかがでしたか。浅いボールを打ったからといって、すぐやられるわけじゃありませんので、むしろ今みたいに効果的に使っていった方がより、チャンスが生まれやすくなりますし、より、深いボールが生きるのではないかなというふうに思います。はい、ぜひ皆さんも、浅くつなぐ、平行陣後衛のボレーにぜひチャレンジしてください。ご視聴いただきありがとうございました。